純一です、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます、今日は、アンプの設計編として、まず最初に、自分で作りたいアンプの仕様を、考えてみたいと思います、要はですね、どんなアンプを、作りたくて、作ろうかっていうところの、青写真的なところを決めるための、お話になります。まずですね、物を作るっていうことで、一般的に考えると目的があって作るんですね。例えば今回オーディオの話なんで、オーディオの話ですると、なんていうんですかね、例えば B&W の801っていうスピーカーを鳴らしたいっていうことを考えた場合に、皆さんの例えばお使いの部屋が6畳間ですとか、20畳のリビングで鳴らしますとかっていうのがあると思います。当然ですね、6畳のお部屋で、オーディオを聞こうと思ったら、801のちょっと私能率がわからないんですけども、例えば 5W ぐらいの、真空管アンプを使えば十分な、音量で、音楽を楽しむことができると思います。でもそれを、20畳のリビングに持っていって十分な音が出せるかっていうと、ちょっともしかしたら難しいかもしれません。そうすると、20ワットぐらいのアンプを作んなきゃいけないとかっていう話があるかもしれないです。で、昔、よく言われたのは、スピーカーが90デシベルぐらいのスピーカーを使った場合、1畳につき、1ワットぐらいあると、十分なパワーが得られるんではないかっていうような話もありました。で、一般的な機器設計っていうとそうなるんですね。じゃあその20ワットの出力を例えば CD からの入力で作りたいとか、レコードからの入力で作りたいっていうことを考えていくんですね。で、じゃあそのためには、例えば真空管はどういうものが選べるかっていうことをチョイスしていくというような作り方が一般的な、機器設計になってくると思います。だから、例えばなんですけど、出力 10W で CD を鳴らしたいっていうと、今回シングルアンプがテーマなんで、正直言うと 10W を取れるシングルの出力管っていうのは、211とか845とか持ってこないと、ほとんどないです。300B で 8W ぐらいですので、これはちょっとですね、正直難しい、仕様設定になります。それから、ここを、見直さなきゃいけないよっていうような話にはなってくるかと思います。で、結局ですね、こういうのが一般的な、機器設計のやり方にはなってくると思います。で、今回はですね、この真空管っていうのは、真空管そのものに魅力を感じて、アンプを作りたいっていうケースもあるんですね。で、今回のテーマは、私はこの後者の方のテーマになります。ちょっとどうしても鳴らしてみたかった球に45っていう球があります。これは ST タイプの今持っているのは45っていう真空管になるんですけども、これは直熱の三極管になって、出力が 2W 強ぐらいの出力がシングル動作させて取り出せるような真空管になります。で、昔のですね、真空管ラジオが作られていた頃に非常に使われた玉です。で、オーディオの出力用の専用の玉として設計された玉になります。で、真空管ってオーディオ用途以外にも作られた真空管っていうのももちろんあるんですね。で、やっぱり私はオーディオ専用で作られた真空管、この4号とか 2A3 とか、この弟に71っていう玉とかあるんですけども、そういうものにやっぱり音のポテンシャルというのは非常に感じてます。で、71ってこの下にある71は作ったことがあるんですね。で、2A3 も作ったことがあるんですね。で、その上の 300B も作ったことがあるんですね。で、4号はまだ実はやったことがなかったので、ちょっと4号をやってみたいなっていうのはずっと思ってました。なんで、今回は4号を使って、私はアンプの設計の方を、また次の YouTube とかで進めていきたいと思います。で、あともう一つ面白いのは、有名回路っていう、いろいろあるんです。で、もうやっぱりすごく有名なアンプがあるので、で、回路図ももうインターネットとか本を買ってくれば簡単に手に入るので、
その有名回路を真似して、アンプを作るっていう方ももちろんいらっしゃいます。で、まあ、その場合はですね、ちょっとなかなか設計というところに、回路はもう出来上がったものを使います。ですからあとは部品選定とか、デザインっていうところを自分でやっていくことになるんですけども、そういう有名回路を使って現代風にアンプを作っていくっていうようなことをされているマニアの方もいらっしゃいます。まあ、アンプの仕様を考えるっていうのは、まあ、こんなような形でやれる方法があるんではないかと思います。まあ、私は、ちょっとまた繰り返しになるんですけども、今回の明日から説明していくのは、4号を使ってアンプを作るっていうことを考えて設計を進めていきたいと思っています。今日の一応動画はこのぐらいになります。また引き続きですね、ご覧になればこちらにあります、チャンネル登録とかをですね、アイコンがあります、チャンネル登録のアイコンがありますので、押していただけると、また次の動画の方も簡単に見ていただけるんではないかと思います。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。